はい、どうも。うん、大丈夫。ね、蚊がね、一匹ずーっといるんだけど倒せなくて困ってる。いや、今のとこ大丈夫そうなんだけど、なんかね、寝てると、耳のところ、耳の周りを、って、来るから、全然、寝れなくて。最初からどうしようかな。頑張れ、やっちまえ。よし、何これ無限湧き？いや寝てられないよ。ご飯作ったりいろいろしなきゃいけない。しんどかったわ。もう昨日自分は食べないけど、不審さん食べさせなきゃいけないから、料理作ってってすごい大変だった。もうまあ、頭がおかしくなりそうやった。一人の人だったら楽だろうけど、家族いるとやっぱりしょうがないよね。そうそう、夏休みあるよ。夏休みは、まあ、一応でも学校で、なんか、学童保育のなんか延長線上なんだけど、朝からやってくれるからそれにお願いして、で24時間学童保育は別に休みとかないからやってもらって、でお盆はさすがに24時間保育と、あと昼間の保育も全部休みっぽくて、たまたま、なんか、その時期が重なったから、まあ、わしの都合で、その日にちを休みにしました。会社自体を。わしの都合でね。息子全部休みみたい。7日間くらいかな。そういうところなんか、いや受付嬢は大変ですよ。いやっていうか、なんかたまたまお休みになったみたいなんです。受付のお姉さんのためにお休みになりました。
こいい。来ないな。あ、ドッグミートもドカーンってなる。キャンキャン。美味しいね。まだいる？まだいるの？よし、あいつらと一緒に死ね。あ、死なよかった。爆発に巻き込まれた。くっそ。くっそ。何よ。ちょっと待って。あ、絶対毒ミートじゃないか。誰？誰のせい？キスナワさんのせいだよ。ふざけんな。目の前に。やばい。このくらい引いてたら大丈夫かな。そうだね。よし。やっちゃえ。よし、いいぞ。こっちまで来た。よし。危な。よし。よし。いなくなったか。まだいる。よし。コシエさんそこで寝てるから、あんまり大きい声出さないでくれる？じゃあマジで。じゃあ先生マジで。前うるさいって言われたことあるね。
今は全部爆発しちゃった。ぐらいは行くか。ちちちちちち。あれ？撃てない撃てない。あ、死んだんか。たまたま当たったっぽいね。まず近すぎる近すぎる、うん、強い2発で死ぬマジで。ちょっと待って、今ね蚊が見えた。蚊が飛んできた。蚊が来たら一回。名前が違ってた？あ、そうなの？わかった。こっから戦えばいいんだ。あ、いた、出て。あ、逃げられた。こっから戦えば一発。とりあえず。下に地雷を置いて、投げておいて、こっちからやってくる可能性があるから、ここにも置いとく。よし。いや、なんか自分で踏むのは大丈夫っぽいよ。そうなんだ。お、こっちから来た。やばいやばい、こっちから来た。うわ、自分の目の前に。おー、危ない。これ、この人左利きなんだもん。日本人じゃないからって。全員左利きにするなよ。
なんで海外の人って左利き多いの？からは来ないんか。あ、解除できるさ。そうなんだ。わ、折れちゃった。なんだよ。よく知ってると思った。てか方向が逆とかってあり得るの？結構来たね。入り口に1個。もういなくなったっぽい？もしかして。あ、大丈夫っぽくない？あ、もういなそう。あ、いるー。クエ発生させてるでしょ。神を信じない野蛮人ども。はい。話せないよ。あ、死んでる。彼だってもうとっくに亡くなったのかと思ってましたけど。これで終わった？何だったの今まで？無限湧きだったのか？なんだよ。スクライブヘイレン。
あれを調べに行って。調子はどう？よいしょ。いや、回収しちゃっていいよね。ね、そこで待って。邪魔。調子はどう？そう、ありがとう。荷物が多すぎて走れません。おー、四人様。ねえ、行こう。ここで待って。あ、もう持たせられないっぽい。ちょっと一回、あれちょっと、そう、え、前回も犬いなかったっけ。いなかったんだっけ。前回はなんか機械を味方にしてたんだっけ。オッケー、アイテム全部取った。あ、なんかまだ。よいしょ。オッケー。よし。手助けには感謝する。だがここで何をしている？皮肉を言う。何者だ？そっちが先に名乗ってくれない？時が来れば名乗る。ここに残りたいのならまず質問に答えることだ。個人的な生き残るため。ただここで生き残ろうとしているだけ。他のみんなと同じ。突入の方法、あの野良犬どもを引き込む様子、少々信じがたいな。この近くの居住地から来たのか？ちょっと一回離れて。それは全部必要な質問なの？あいつらとの戦いに手を貸してやったことに変わりはないでしょ？もし仲間に入ってもらえるなら失敗した。お互いもっと楽なんだが。出身はどこだ？ボルト111。ボルト111よ。ボルト居住者か。大概の人間はこういうことを認めないものだ。正直に話してくれてありがとう。もし不審者に見えるとしたら、それはここでの任務が困難だからだ。連邦に到着した時から常に攻撃を受けてきた。これからも協力を続けたいというのなら、ぜひ味方として戦ってほしい。まあ、いっかなんてめんどくさいでしょ。雇ってもらう。それは場合によるわ。いくら払う？必要なのはどうしてやるか。失敗した。金を払って助けてもらう気はない。お金欲しかった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 。それは全部必要な質問なの？あいつらとの戦いに手を貸してやったことに変わりはないでしょ？もし仲間に入ってもらえ、出身はどこだ？ボルト111よ。ボルト巨人、大概の人間はこういうこと。もし不審、連邦に、もちろん、これからも協力。
それは場合によるわ。必要なのはどうして傭兵じゃない。金を払ってもらってもらう気はない。いいや。協力。あなたは何者だ。隠し事は嫌い。あなたは何者なの？いいだろう。BOS のパラディンダンスだ。向こうにいるのはスクライブヘイレンとナイトリースだ。偵察任務中なんだが、困ったことに支給品が不足している。上司に救難コールを送ろうとしているが、信号が弱くて届かないんだ。もしよろしければ。続けろヘイレン。警察署の屋根の上にあるラジオ塔を修理して。なんか急に顔が出た。何か信号を強めるもの。あれ、なんで急に顔が出てきた。目標はアークジェットシステム。そこに必要なテクノロジーがある。ディープレンジ送信機だ。施設に潜入し、送信機を手に入れてここへ持ち帰る。どうする？ BOS に手を貸すか？ BOS とは何？我々はテクノロジーの本質を理解しようとしている。その力を、人間にとっての意味を、その力を悪用しようとする奴らから守るために戦うのだ。どう悪用した？人類はどのようにしてテクノロジーを悪用したの？最終戦争の前、テクノロジーは恩恵よりも負担の度合いを強めていた。技術の進歩がもたらした恐怖のいい例が原子爆弾、生物工学による伝染病、そして FEV だ。そのようなことが二度と起こらないよう、我々はここにいるのだ。それは立派な目的だと思うわ。分かってもらえて嬉しい。我々が直面している事態の重大さを理解している者は BOS の他にはほとんどいない。さあ、どうする？手伝ってくれるか？ぐずぐずしている暇はない。行くわよ。素晴らしい。エレン、リースを中へ連れて行って傷口を縫ってやれ。はい。リース。あ、この人だったんだ。境界線の安全を守ってもらいたい。わかりました。よろしい。ではお前の価値を見せてもらおう。警察署に向かい、物資を補給して始める準備ができたら知らせろ。さあ、行くぞ。パラディンダンス。移動する用意はできたか？わかったわかった。今行くよ。なぜ警察署に前哨基地を設けるの？施設の性質を踏まえた上で、ここで武器や弾薬を探すのが戦術的に有利になると思ったからだ。屋根のラジオ塔は思わぬ恩恵だったが、明らかに足りない部分がある。修理が必要だ。キャピタルウェイストランドの奥にある要塞ほど立派な代物ではないが、我らの目的にかなってはいる。今話せるのはここまでだ。任務を続ける準備はできているか？いえ、まだよ。なら続けろ。やるべき仕事がある。はい。お、何かを見つけました。ちょっと待って、ドッグミートどこ？あ、あった。やったー。お利口さん。治療してくれるのかい？それとも何なんだ？どうかな。ヨゴがかなり厳しそうだからね。どこかに連れて行って撃ち殺してあげる方がよっぽど思いやりのある行為かもね。まったく寛容な人だ、ドクター。くねくねしないで、包帯が負けないじゃないか。あ、この人ドクターなんだ。自分が大物だとでも思ってるのか？スクライブ、他のみんなが失礼いたしました。そんなに親切。どうしてそんなに多めに見てくれる？衛生兵よ。それが私の患者の扱いとでも思って。ねえ、そうは見えないかもしれないけど、ダンスはいい人なの。少し硬いところもあるけど、それは兵士だからしょうがないのよ。それにリースは、そうね、彼はミスターガッツィと同じくらいやり手よ。ねえねえ、二人のことはどっちも生涯信頼する。だっていい人たちだし、
最近はそういう人に仲が合わない。タワー上がってね、3ぐらい。カリスマ3ぐらい。さっさと行くべきよ。パラディンランスを待たせ続けるのは良くない。気分はどう？エラルに引っかかれただけだ。すぐ治る。あらそう？応急手当てしてあげた時、赤ちゃんみたいにメソメソ泣いていたのはそのせい？誰かと勘違いしてるんじゃないか。これ一回戻って、かわいい。まるで暇みたいに、なんでここに突っ立ってるんだ。パラディンダンスが待っているぞ。待っとけよ、勝手に指図してうるさいな、こいつら。ことが終わったらもう全員ぶっくらさんだからな。パラディンダンスは素晴らしい隊長です。彼がいなくては何もできないでしょう。できます。わしがいるからできます。わし一人で何でもできます。リースの言葉を悪く取らないで。彼はみんなに対してそうだから。
I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. That one desire is you. And I know. まるで暇みたいに、なんでここに突っ立ってるの？パラディンダンスが待っているぞ。I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. 何もないか。And with your admission that you feel the same.I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. あ、面白すぎる。そうです。よくご存知で。あれなんだ。手錠とか。マジか、ちょっといらないの置いていくしかない。そうなの。なんだろうこれ、開けたらどっか開くのかな。ちょ
on top. If an old man ain't treating you right, come up and see old Dan. I rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man, oh yeah.超めんどくさい。あんまり減らなかった。ミーペーと正解に。正解に。あ、じゃじゃじゃ。あ、これだ。よし。駐車場行く前に一回外出て荷物置いてくる。経験値が入ったから、そうそうそう、だからイエーイってなったんだ。いらないの置いてく。インテリでもこうだよ。すごい、3倍も手に入った。よし、じゃあ行こっか。外出て。パラディンダンス。そうだね。セーブしてもう一回やればいいんぞ。
って考えるとセーブめっちゃ頻繁にセーブするようにしといた方がいいね。どこ？はい。え？何？え？ないよ。中身ないよ。え？何を見つけたの？ゲート閉じる。何かを見つけましたって何もないじゃん。お前ふざけんなよ。おい。おいてめえ。ご主人様をわざわざ呼びつけて、何もないとか。ここに。え、言うよ。なんか問題ありますか？ぶっ飛ばすよ。っていうか、何？もう拠点ここにする、めんどくさい。いろんなとこ拠点にするのめんどくさいから、もう拠点ここにするわ。放射能の中をくぐり抜けろって意味なんです。別にそういうことをおすすめしてるわけじゃないですからね。Crawl out through the fallout, baby. When they drop that bomb. Crawl out through the fallout with the greatest of aplomb.Count's getting higher. Hurry, don't delay. I'll hold you close and kiss those radiation burns away. Crawl out through the fallout, baby, to my loving arms. Through the rain of strontium 90. Think about your hero.When you're at ground zero and call out to the mountain back to me. Crawl out to the fallout, baby. You know what I mean. Crawl out through the fallout, cause they said this bomb was clean. If you cannot find the way, just listen for my song. I'll love ママ・マーフィーは約束を守る人間。薬はもうしないし、バイトもしない。
っきり喋って。困った。あんたを見てると自分からトラブルに巻き込まれてしまう若い頃の自分を思い出すよ。はい。
よいしょ。ねえ、何急に。何ですか、急に。あ、間違った、最悪。はい、リスナーさんのせい。はい、リスナーさんのせいです。もう最悪。全部あれか。解体できない装備がうざいね。Bye.
ever tell the biggest lies? Where's the loudest ties? It's a man. If it acts just like a cross patch, has a face with whiskers that scratch. If it's stubborn as can be, mean and ornery, it's a man. If it walks, if it talks, if its habits are a little bit peculiar, if it brags and tries to make you think it's wonderful, be on the lookout, don't let it fool ya. But if it makes the moon up on high more than just a light in the sky, if it kisses you when you find you like it to grab it, it's a man. If it whistles each time you pass, owns a car that runs out of gas, then it's time that you get hip. Better watch your step. It's a man. If it acts just like it's the boss, when it knows that you are of course, if it gets a little rough, thinks it's very tough, it's a man. If it walks, if it talks, if its habits are a little bit peculiar, if it brags and tries to make you think it's wonderful, be on the lookout, don't let it fool you. But if it's kneeling down on one knee, saying, darling, please marry me, then don't hesitate, better name the date and then grab it. Hold it, hang on to it, for it's a man. あんたのおかげでこの場所もまともな住まいに見え始めてきたよ。ベティハットはどうした？持ち物をいくつか交換したいの。どうした？持ち物をいくつか交換しましょう。いや。忙しいんだ。ああ、黄色になっちゃうんだこれ。なんかね、ライトつけたときに見やすいらしいんだよね、黄色だと。そう、見づらい。さっきの方が見やすかった。まあまあまあ、さ、一番最初の方が見やすかったね。
こんなくらいか。あ、まあまあ。まあいいか、こんなもんで。よし。そしたら、そろそろ終わるかな。終わるね。じゃまたよかったら遊びに来てください。お相手はトッシーでした。バイバーイ。That's what I do all year round. So